指令があります。意味のない質問だよ。黒岩君の持ち誰が言ったの。意味のない質問って誰が言った。今意味のない質問だよって言ったんですよ。ちょっとちょっとお戻りください。あ、抗議は受け入れました。後ろ向いて今質疑者が帰ろうとしている。追い打ちをかけるようにあんなこと言うなんてのは言語道断。私は本当に安倍内閣デタラメだと思いますよ。行政私物化まがいのことはいっぱい発生するし、そしてそのことを指摘すれば公文書を廃棄するし、隠蔽するし、改ざんするし、捏造するし、国会で質問すればまともに答弁しない。ご飯論法だ。逃げて歩く。そして閣僚に至って本当に閣僚の資質があるのかどうかわからない人がくだ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 答弁して終わってるじゃないですか。こんなのデタラメだ。私はそう思う。